はい、皆さんこんにちは、レジスターです。はい、前回ね、静かな時間っていう第3話やったんですけども、第4話やっていこうと思います。第4話、黒猫にご用心。黒猫って新キャラかな。朝10時、今日もせっせと接客をこなす。といっても今日はいつもと比べて客が少ない気がする。おお、注文まだ入ってねえか。今はないっすね。そうか、もしかしてあれの影響っすかね。新しい食堂。あら、ライバル店。新しい食堂、最近の観光客増を狙って新しく参入してきた食堂があんだよ。そういや今日開店だったな。へえ、なんて言ったかな。なんとかて、もしかして黒猫て。あ、そうそう、それっす。知ってるのか。村に来た時に見かけてさ、食堂だとは知らなかったけど。よし、クゴ、偵察してこい。え？お前なら少しくらい抜けても問題ねえからな。ひどい言いようだな。ひでえ。ずるいっす、俺も行きたい。おめえも抜けたら誰が接客すんだよ。クゴさん、お土産お願いします。お土産って、まあでも俺も気になるし、行ってくるよ。引き抜かれたりすんじゃねえぞ。あれ、なんだかんだ言って惜しんでくれるのか？アホ、抜けた穴をまた埋めるのが面倒なだけだ。ああ、そう。黒猫亭ね。山猫亭っていう名前のね、なんだっけ、お話あるよね。注文の多い料理店。ここか、黒猫亭。宗介に村を案内してもらっている時に見た、黒と白を基調にした建物。あの時貼られていた開店予定の紙は取り払われ、店内には明かりが灯っている。店の前には8人の客が並び、小さな行列ができていた。俺はしぶしぶ9人目の行列客となり、中に入れるのを待った。40分ほど待ち、ようやく中に入ると、図体の異様にでかい黒猫の男に声をかけられた。いらっしゃい、お客さん一人でええか。あ、関西弁系？はい。いきなりタメ口に接客されて戸惑う。しかもインドネシアもなぜか関西弁のそれである。こんな洋風の村で、そもそも名前もみんな日本風だったけど、関西弁まで来ましたか。正直出鼻から面食らった感が否めない。注文はどうしましょう。店に案内され、メニューを渡される。店内を一見したところ、照明は程よく抑えられ、内装は村の雰囲気に合うようによく気が配られているようだった。メニュー、俺はメニューから適当に見繕い、黒猫に注文を告げる。黒猫は注文を聞くと、メモ書きをカウンターに滑らせ、それをカウンターに立つ白猫の人が無言で受け取る。もしかして、店長さんですか？おお、ようわかったな。黒猫亭って書いてあるから、個人経営だったら、黒猫の人が店長なのかなって。ご明察や、俺はこの店の店長、ひとふみやまと注文や。店は開いたばっかやけど、ひきによろしゅうな。ヤマトさんは店長なのに接客をしてるんですか？逆や逆、店長やから接客しとる。商売の面はリピーターが握っとるってのは君もなんとなくわかるやろ。特に観光地なんか流動的な顧客が相手やから、リピーター獲得には特に力入れなあかん。なんか南西語みたいで面白い。僕関西弁のね、イントネーションはちょっとわからないんで、あれですけど、僕が読むと多分なんか南西語みたいになっちゃう。せやから俺は接客に集中して観光客と密接に交流するんや。何の関係があるんですか？観光客が観光する目的って何かわかるか？カルスの巨人とかですか？思い出作りとか。その通り、思い出を作るために旅行しとるんや。けど思い出作り言うたって、現地の人と交流までする人なんて最近はめったにおらん。大概は写真撮ったり、土産物買ったり、うまいもん食ったりして満足してまう。そこで、俺の出番ちゅうわけや。こっちから積極的に話しかけて、現地の人との交流を客にさせたるんや。それが旅行でのいい思い出になったら、再訪した際にはまた、黒猫亭に寄ろうかって気になるやろ。ブログとかで旅行記書いてる人も、こういうことは喜んで書いてくれるからな。宣伝になるんや。山田さんってどう見ても、現地の人じゃないですよね。もう商売魂だな。細かいことは気にしたらあかん。こういうのは雰囲気が大事なんや。俺が接客しかせえへんってのは、自分で料理作られへんってのもあるけどな。そこが主な理由なんじゃ。
細かいことは気にしたらあかん言ってるやろ。まあそういうわけで、調理は厨房におる料理長が一人でしとる。俺店立ち上げる前は宅配業やっとってな、料理長はそのつてで探してきて雇ったんや。世界中渡り歩いて修行してきたやつやで、味は俺が保証したる。食堂である以上は味ももちろん、大事やからな。へえ、悪いけどな、君らの客は俺ら黒猫定価もらうで。あ、知ってるんだ。偵察済みはなんか急に料理店バトルみたいになってるけど、続いて何ですか。俺がラウンジの人間だって面白いな。当たり前や、ただのお客さん相手にこんな偉そうな口聞くか。それにラウンジはうちが来るまではこの村唯一の食堂、事前視察と情報収集は当然やろ。前に客として出向いても店は閉まっとったけどな。ああ、あの時か。あ、みんなが眠って起きてこなかったあの日か。最近この村は観光客増加が目覚ましい。ラウンジは行さん客が来て大層ええ思いしてきたことやろな。でもそれは選択肢が一つしかなかったからや。客が減ってもラウンジしか行くとこがなかったんや。けどな、黒猫亭が来たからにはそうはいかん。村に来る客はうちががっぽり取ったる。うん、大変なことになってしまいそう。これは哀れなラウンジに対するせめてもの忠告や。長いことぬるま湯に使ってきた君らが簡単に打開できるとは思わんことやな。ま、いつか黒猫亭の店長として挨拶に行ったる。そら、そう向こうの店長にも伝えといてな。ああ。それだけ言うと、ヤマトさんは他の客のところに去っていった。手強いライバルかもしれないですね。ただ、偵察に来たつもりが、思わぬ宣戦布告をされてしまった。彼の自信満々な態度を見ていると、どうにも危うさを感じざるを得ない。手の内も心の内も、ペラペラと喋るあのうかつさは、自信に裏打ちされた余裕の表れだと思っていいだろう。何にせよラウンジにとって手強い商売敵と商売敵となることであろうことは確かだった。はあ、へえ、向こうの店長ってそういう人なんすか。なんていうか、ラウンジとは対極だな。どういう意味だよ。ゴは普段接客なんかしないだろ。ずっと厨房にこもりっきりだ。向こうとは真逆じゃないか。確かに、個人経営のくせに店長が調理を放棄してる店なんかどうせ大したことねえよ。いや、それがそこの店員の作る料理が案外うまくてさ。何？そうなのか。僕も今度食べに行ってみようかな。てめえらどっちの味方だよ。まあ、こうあんまり見くびってると足をすくわれるぞ。せっかく増えた観光収入を油断しているうちに持っていかれちゃたまらないだろ。新しいだけあって外装も綺麗だろうし、初見の観光客も向こうに気を引かれるだろうな。そうか。クゴ、お前もそう思うか。まあ、ちょっとはね。まあだから、店長が店の外で脱いでやるんじゃない？パネルをね、従業員みんなの顔写真をパネルみたいにしてさ、で、無料案内所って書いてね、やれば多分儲かるんじゃないでしょうか。俺の店も何か変えていくべきなのか？だから無料案内所にすればいいんじゃない？ね。でもお前、客と愛想よく会話なんて向いてないだろ。じゃあどうすりゃいいんだよ。焦るなよ。動揺しないでどんと構えとけばいいんだ。向こうは観光客を狙ってるようだけど、こっちにだってゴーのおじさんの代から培った地元の縁ってもんがある。リピーターが大事だって言うけどさ、地元の固定客はもっと大事だろ。この村の住民には もうずっと前からラグンラウンジの味が染みついてるんだ。少なくともそういう人たちは新しい店ができたからって早々乗り換えたりはしないと思うぞ。いやでもわかんないですからね。ずっと一つしか店なかったんだったらもうさ、そうせざるを得なかったみたいなねとこもあるかもしれないから、わからないです。わかんないよ。それに馴染みや縁がなかったとしても、お前だって料理の腕はずっと磨いてきただろ。観光客だって最終的には味のいい方に流れるよ。僕はお前が負けるなんて思ってないぞ。あ、照れ顔。あ、そうだな。宗介に褒められ、ゴーが照れている。宗介が人を褒めるって、なんだか珍しい気がするな。だけどそれだけ、宗介も危機感を持ってるってことじゃないのか。どうなることやらね。あ、無料案内所になってない、まだ。まだ看板変えてないみたい。翌朝、いつものように仕事のためにラウンジへ向かう。いらっしゃいま。
扉を開けると突然ゴーに挨拶をされる。いや、これは、あ、照れ顔照れ顔の立ち絵来ましたね。あはは、な、何笑ってんだてめえ。いや、ごめん、ゴーがいきなり声色変えていらっしゃいなんて言うから。こ、声色変わってたか。結構ね。ぐ、接客の練習。ああ、宗介はそんなことしなくていいって言ってたのに。でもよ、接客は俺たちがちゃんとするからさ、ゴーは調理に専念してろよ。慣れないことして料理の味が落ちたら元も子もないだろ。わかった、頼む。いやでも出てきててもいいけどね店長ね。あ、任せろ。ゴーもやっぱり不安なんだ。今まで自分が独占してきた客が新しい店に流れてしまわないか。なんたって今まで生存競争なんて経験したことがないんだから。もう逆にそれの方がね、店としては珍しいですからね。俺たちがしっかり支えてやらなきゃ。うん、頑張ってください。いつもと同じ仕事終わりの晩飯。あれ、宗介は？今日は宿直だから帰れないってよ。朝はそんなこと言ってなかったのに、急に決まったんだろうか。とりあえず食うぞ。いただきます、いただきます。なんだこの音は。さあ食うぞと箸を手に取ったところで、店の扉が勢いよく開いた。あ、これこそさっきの黒猫ちゃん。あれ、すいません、もうしまっ、あー、やってくるんですね。おっす、昨日ぶりやな。扉から入ってきた巨体は、まごうことなく黒猫亭の店長であった。どうしたんですか。言うたやろ、近いうち挨拶しに来るて。近いうちって昨日の今日なのに。善は急げ、急がば回れ、何事も早いに越したことはない。回ってなくないですか。そんなこといちいち気にしとるから、いつまでたっても童貞のままなんやなんか主人公いろんな風に解釈されてんな。三股してるって言われたり、でも今んとこ、三股してるって言われてるのが一個で、で、女の子から童貞って言われて、で、この黒猫ちゃんからも童貞って言われてるんで、まあ多数決で、童貞なんじゃないかと思います。勝手に童貞だって決めつけないでください。どういう会話なんだろうね、これって。あんたが黒猫テーマ店長か。なんて言うんだったっけ、外れた。ちょっと忘れちゃいましたね。ヤマトさん。なんとかヤマトや。よろしゅうな、ラウンジのゴー店長。名前も知ってるんすね。もちろんやで、ユージロくん。あ、全部知られてる。俺のもっすか？お客さんから聞いたんや。仕事終わりの店のみんなで、いつも飯食うてるってこともな。俺も混ぜてもらおう思って、うちのやつに弁当作らせてん。せやから、俺にわざわざ遠慮することはないで。ヤマトさんは遠慮知らずっすね。よう言われるわ。ヤマトさんが持ってきた弁当を広げながら大声でまくし立てる。ゴー君、若い身分で店一つ構えてえらい苦労してるやろ。俺の方がいくつか年上みたいやし、なんかあったら遠慮なく頼って言えで。あ、君はあんまお客さんと話さへんらしいけど、店をより良くするための意見ってのはお客さんから出てくるもんやなんやで。ただそういうのは思ってても口に出さへん人が多いんや。そこをなんとか聞き取ったるのが店長の仕事やと俺は思う。そう思わんか、裕次郎くん。へ、は、は。ゴーくん、聞いとるか。聞いてるよ。あかんな、もっと愛想よく相槌打たな。まあ俺に愛想よくせえとは言わんけど、客にまで無愛想にしとると、そのうち向こうから愛想疲れてまうど。そうそんなことないと思いますよ。ずっと親身に通ってくれてる人たちだっていますし。それがわかんないからね、ずっと独占でやってきたからね、わかんないですからね。よく考えてみ、もしかしたらそれはごくごく少数かもしれんで。愛想チューンは人と人を結びつけるコネクタみたいなもんや。部長面には虫も寄らへん。めちゃくちゃ言われてるね。ひいきしてもらうためにはひいきしてやらなあかん。リピーターを何が何でも獲得することを俺は事前に十分予習してきたんや。君はどうや、分かっとるんか。めっちゃなんかピキってるな。大丈夫か、ゴーちゃん。それに加えてや、もう一つおせっかいで言わせてもらうとな。うるせえな。お、さっきから黙ってりゃ勝手なことばっかベラベラ喋りやがって。後から来たくせに俺の店に俺のやり方に指図してんじゃねえよ。なんやんと。人がせっかく助言したってんのに、なんやその言い方は。何が助言だ、誰もそんなの頼んでねえよ。だいたい料理一つ作れねえ偽物店長に教わることなんて何もねえ。
偽物やと。君はいつの時代の人間なんや。この多様化の時代に意固地は身を滅ぼすだけやぞ。食堂の本質は料理の味だ。客はうまい飯についてくるもんだ。それが時代でコロコロ変わってたまるかよ。そのついてくるっちゅう考え方がもう古いって言うとるんや。今食堂に必要なんは客を何が何でも離さへんちゅう営業努力や。客のニーズに時代の流行に店長としてあるべき姿に経営者として気づいてやることこそが店長に求められる素質ってもんやぞ。厨房に引きこもって好きなことばっかしてる君こそ店長として三流もええとこやと思うけどな。てめえぶっ殺すすげえバトル漫画みたいになってきたな。ちょっとぶっ殺すはダメよ坊ちゃん。おやめろ坊先輩、殺人は犯罪っすよ。さすがにそうだよな。なんだかずれたことを言ってる裕次郎くんと共に、大和さんに飛びかかろうとした郷を二人がかりで止め、なんとか椅子に座らせる。暴れる素振りは見せたものの、俺と目が合うと握った拳も緩めてくれた。力ずくで止めるとなると、正直二人がかりであろうと止められる自信はなかったので、おとなしく座ってくれて心底ほっとした。だが相変わらず郷は、眼力だけで殺さんとする勢いで大和さんを睨んでいる。激突がかろうじて防げられたところで、場は一足触発の状態に変わりなかった。大和さん、今日は帰ってください。このまま店にいられると、いつ殴り合いの喧嘩になるかわからない。この爆弾男を早く店から追い出すことが、今は何よりも先決だった。うん、言われんでも帰ったろわ。一応同じ村で商売する身やから、少しは仲良したろうと思ったけど。まあね、できなかったね。すまんな、改めて言うたる。この村の観光客は黒猫亭が全てもらう。こんな調べた店にはおこぼれ一つ渡さん。店が潰れた時に路頭に迷うことにならんよう、今のうち身の振り方でも考えとけ。その時どうしてもって言うなら家畜の餌か残飯くらいは分けて恵んだろわ。すごい強気な方でしたね。それだけ言うと大和さんは勢いよく扉を閉めて出て行った。一瞬の静寂が訪れる。まるで嵐のような時間だった。久保、裕次郎、止めてくれて助かった。郷が怒りを抑えた声で言う。ほんと、好き放題言って帰ったな。郷先輩、あんな人を気にすることないっすよ。どうせ口だけでうまくいかないっす。そうだな。俺の考えは、宗介の言うことは間違ってねえはずだ。やっぱフラグなんだよな。失敗しちゃうんだよな、郷ちゃん。俺はただ、うまい飯を作ってりゃいい。またそれが絶対やばいんだって。絶対フラグになっちゃう、こんな言われたら。そうっす。それでこそラウンジっす。ああ、もうこのね、みんなそうだと思い込んじゃってる感じ。やばいっすね。プーゴくんは分かってるのかな？本当にそうか？ゴー、お前はヤマトさんのスタンスに少なからず共感していたからこそ、今朝はヤマトさんの真似なんてしようとしてたんじゃなかったのか？そうだよね。そういうことだよね。だけどそこで、ちょっと今回、ヤマトさんが来ちゃって、喧嘩しちゃったからこそ、意固地になってね、これから、逆に料理にしかのめり込まなくなっちゃうって可能性はありますからね。大和さん、お弁当残して帰っちゃいましたね。あ、誰か作ったんだろうね。そうだな。俺が後で捨てとくから、そのまま置いとけ。え、捨てちゃうんすか？もったいないっすよ。あ？なんでもないっす。郷にすごまれて、裕次郎くんはしぶしぶと廃棄を承諾した。俺の作った飯があるだろ。こっち食えよ。なんかちょっとツンデレじゃないけど、なんだろうな。この、なんだろうね、どっち、私とあいつどっちが大事なのよみたいな感じのパターンになりそうで、ちょっと胸熱。そうっすね。腹いっぱいになって嫌なことなんか忘れるっす。テレビで言ってたけど、嫌な感情はいい感情で和らげられるんすよ。だから郷先輩、黙ってくれ裕次郎。はい。んー、どうなることやら。その後、気まずい空気のまま食事を終え、二人に別れを告げた後、俺はキロへと着いた。誰もいない家に帰って食器洗いと洗濯を済ませ、テレビを見ながら小休止していた。今日はちょうど見たい番組があったのだ。プロレスのここ最近で一番の目玉試合、ブラックレオン VS レッドブルの生放送である。俺は寡黙で控えめ、しかし試合では滅法強いこのブラックレオンというレスラーのファンだった。対してヒールで名を馳せる強豪レッドブルとの対戦はまさに陰と陽でいて、強者同士のぶつかり合い、ミスミスの見逃す道理はない。都会に比べ半分ほどしかチャンネルのないこの村でプロレスが見られるのはとてもラッキーなことだった。し
かしそんな折、リビングに置いてある電話が鳴る。これから試合が始まろうという時に。そもそもここはソウスケの家であり、俺がレイモンに出ていいものかどうかわからないが。しかし、俺の知り合いの可能性もなくはないので、テレビを消音して一応出てみることにした。もしもし、誰だろう。よ、僕だぞ。なんだ、お前かよ。なんだとはなんだ。歯を磨きたい気持ちを抑えてわざわざ電話してやったのに。ん？後でちゃんと磨けよ。わかってるよ、子供じゃないんだから。それで俺に何か用か？今日泊まりになることを朝言えなかっただろう。僕も朝の時点では知らなくてさ、今日急に決まったんだよ。ああ、ゴーからさっき聞いたけど、それで？いや、その、ごめんな。え、宿直になるのか言えなかったことを？うん。俺に謝るために電話してきたのか？うん。気にしすぎだろ。別に何とも思ってねえよ。そうか？それに、俺はただの居候。変な気を使う必要なし。そうだろ？そうだな。君はただの居候。僕と君とは主従関係。君は僕の従順なしもべだったな。おい、途中からおかしいぞ。ご主人様の命令だ。戸締まりはちゃんとしとけよ。まさかの SM か。誰がご主人様だ。ははは。もう切るぞ。あ、おやすみ。電話が切れる。テレビの音だけが部屋に響く。そういえば、一人でテレビを見るのは、なんだか随分久しぶりな気がする。ここに来る前はそれが当たり前だったのに。本当なら、今日もソウスケと一緒に見ていたのだろう。そう考えると、どうも物足りなさを感じてしまう。楽しみにしていた試合なのに、楽しむ姿勢が不完全である。やっぱ、寝るか。テレビを消し、部屋に戻る。プロレスは録画しておいて、また今度ソウスケと見ることにしよう。すっかりね、新婚生活楽しんでて。ああ、ハルソの巨人か。これはね。おっと。ベッドに横たわった瞬間、また地面を揺らすハルソの巨人。そっか、週末だから。おお。なんか今日、大きくないか？ひ。絶対これ、でかい。前より全然。大丈夫か？やべ。怖い。ちょっと可愛いんだけど。ちょっと可愛いんだけど、空悟くん。俺はあることに気づいた。ソウスケは、俺がここに転がり込んでくる前、ずっと一人で暮らしていたのだということを。きっと、今の俺みたいに、一人で寝ている時に巨人に見舞われることは多々あったはず。特に慣れていない頃は、得体の知れない音にソウスケも怯えていただろう。さっきの電話は何のためだったのか。宿直を知らせるのを忘れていたことなど、単なる口実に過ぎなかったのではないか。考えすぎかもしれない。単なる思い込みかもしれない。だけど、もしも、ソウスケが俺のことをそこまで心配していてくれたのだったらと思うと、自然と恐怖も薄れてくる。嫌な感情は、いい感情で和らげられる。こういうことか、裕次郎くん。まさかの裕次郎くんの教え。あら、笑ってる空悟くんね。おー、第4章終わりか、これで。はいはい。まあ、ライバル店が出てきてね、ちょっとどうなることかって感じですけど、一方で、ソウスケとの関係性はちょっと深まってきてるのかなって感じですかね。いや、ちょっと気になりますけど、第5話、ゴーの覚悟。何が起こるのでしょう。ちょっとまた次の実況でお会いしましょうか。それでは、また今度。